ゲミガとは、地球から見て、双子座の方向に、約815光年離れた位置にある、ガンマ線源の名称である。天体の正体は、電波の放出がほとんどない中性小星であると考えられている。ゲミガは、1972年に、ガンマ線望遠鏡の SAS-2 によって、未知のガンマ線源として発見された。その後1975年に打ち上げられたガンマ線観測衛星コス B による観測では SAS-2 が発見したゲミガの位置からの59秒周期のガンマ線パルス信号が観測されたが、この観測は100メブで 2.5 度という分解能の悪いものであり、また観測回数も4ヶ月間で121回と少なかったため、この時点で統計学的に優位ではないという結論が出されていた。この領域には4つの微弱な電波源があり、その中にある基地の天体として2つの超新星残骸と銀河系の友銀河があったが、そのいずれも観測されたガンマ線パルス源としては考えにくかった。このため SAS-2 の研究チームは、ゲミガの正体は未発見のパルサーではないかと考えたが、パルサーに特有であると考えられていた電波などのパルス放射がゲミガからは観測されず、SAS-2 及びコス B の観測では、ゲミガの正体が何者であるかは判明しなかったが、その後の X 線天文衛星のHEAO-2 による観測では、正体までは特定できなかったもののコス B の観測した59秒周期のガンマ線パルスがエラーではなく優位であり、何らかの天体から放出されているものであることを突き止めた。さらにアメリカニューメキシコ州にある超大型干渉電波望遠鏡群による観測では、HEAO-2 と同じ位置に青い色をした視等級にして 25.5 等級の非常に微弱な電波源が天源として観測され、その場所までの距離は約 100pc であるとした。また、コンプトンガンマ線観測衛星のガンマ線検出機、EGRET の観測でも SAS-2 及びコス B と同じ場所でガンマ線源が見つかった。1991年、ドイツの X 線観測衛星 ROSAT は50メブの南 X 線領域の 0.273 秒周期パルスをゲミガの位置で観測した。この X 線の観測によってゲミガの正体が中性小星である可能性が極めて強くなった。パルサーが時点により周期的に発光する原理。ゲミガは放射の方向が地球に向いていない可能性がある。前述した数々の観測からゲミガの正体は低エネルギーの電磁波の放出がほとんどない静かな中性子星ではないかと考えられている。このような中性子星としては初めての観測例である。通常知られている中性小星からは、電波などの波長領域で非常に規則的なパルスが観測され、その性質からパルサーと呼ばれている。逆に、規則正しいパルス放射は、その放射源天体が中性小星であることの根拠として使われる。しかし、ゲミガのような中性子星ではこの電波の放出が極めて弱く、あるいは全く観測されない。この性質は、パルサーとは対極である。仮説上の天体であるクォーク星が、この種の天体の正体であるという可能性はあるものの、一番可能性が高いと考えられている説は、単に電波放出が地球の方向を向いていないパルサーであるとするものである。パルサーがパルサーとして観測されるのは、そのパルサーの自転軸からずれた角度で放出されている電波がたまたま地球を向いた瞬間にのみ、観測できるので、地球から見れば、パルス状の電波放出として見えるのである。しかし、これは裏を返せば、電波放出が地球方向に向けてなされていない場合は、パルスは観測されないということでもあるので、この場合は、結果的に電波放出のない、静かな中性子星として観測されるのである。ゲミガの当初の発見から約20年も正体が確定しなかったことは、ガンマ線の放出を他の波長領域での天体と関連づけることが難しいことを示す実例である。局所法のイメージ図。太陽は約300万年前から局所法にいる。局所法の 3D イメージ図。やや細長く、砂時計に近い形をしていることがわかる。太陽系は、現在直径が330光年から490光年、ある極小法の中にいるが、レミンガを作り出した、超新星爆発はこの極小法を作り出した、爆発の有力候補である。極小法はその周りの空間と比べて、中性水素の密度が10分の1と、星間物質が薄い高温ガスの領域であり、超新星爆発によって、星間物質が追いやられて形成されるとされている。ガスが高温なのは爆発のエネルギーによって加熱されたためと考えられており、高温ガスからは X 線が放射されている。極小法が生じたのは数十万から数百万年前であったと考えられており、ゲミンガを作り出した約30万年前の超新星、爆発はこの範囲内にある。しかし、ゲミンガが生成に関与したのは一部であり、プレアデス星団の構成も関与しているのではないかという説もある。ゲミンガは太陽の約 4.2 倍のエネルギーを放出しており、約30万年前に超新星爆発によって作られたと考えられている。178.2 秒年という極めて大きな固有運動を有しており、約秒速 205km の空間速度で移動していると考えられている。ゲミンガの放射と星間物質との衝突によって生まれたバウショックが2本の尾として観測されている。この移動はゲミンガを作り出した超新星爆発がゲミンガを弾き出すように非対称な爆発をしたためと考えられている。ゲミンガの現在の位置は地球から815光年であり、ゲミンガと太陽系の移動も考えると、地球からかなり近い場所での超新星爆発である。ゲミンガの名は、双子座にあるガンマ宣言の略であり、南スイスと北イタリアで使われるロンバルド語で、それはなさそうだを意味する GH エミンガにかけたダジャレである。これは、ゲミンガの位置に相当する天体が発見当初、見つかなかったためである。1997年、ジョン・マティックスらの研究チームは、コンプトンガンマ線観測衛星によるゲミンガの観測ノイズからゲミンガを周回する太陽系外惑星の存在を提唱した。観測された惑星、ゲミンガ B は地球の 1.7 倍の質量を持ち、ゲミンガから 3.3 AU 離れた場所を 5.1 年かけて公転しているとされている。しかし、近年の観測では、ガンマ線のノイズは惑星の影響ではなく、地球からの影響ではないかと考えられており、ゲミンガ B は存在しない可能性が高い。一度存在するとされた天体が実際には存在しないとわかるのは、GH エミンガという言葉にかけて名付けた天体に関連する天体としては皮肉である。ありがとうございます。